高運転、あるいは停止をかける場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。今お乗りいただいておりますこの号柄は大人91名乗りの大型で、終点までの距離およそ900メートル、高低差110メートルのところをおよそ4分間で登ってまいります。この枠は昭和33年4月に初めて活火山にかけられましたものでございまして、ロープウェイの形式には高層式と循環式とがございますが、このロープウェイは4線高層式でございます。このロープ、吊るすロープが2本もございますので、550トンの重さにも耐えることができます。これを人の重さに直しますと、なんと大人9200人にも当たるわけでございます。もうしばらく参りますと下りのロープウェイと行き合います。行き合いますところちょうど真ん中となっております。下りのロープ入れておりますので徐行運転を行っております。姉ちゃん、中岳噴火口を真上の方から見ますと、ちょうど私ども人間の耳のような形をしておりまして、南北の長さがおよそ 1km、 幅 400m、 深さ100数十メートル、周囲およそ 4km もある大変大きなものでございます。火口底の温度は表面近くで100度から200度、少し深くなりますと1000度ぐらいはあると申します。ここで皆様にお断りとお願いを申し上げます。ただいま噴火口周辺の一部では安全な火口見物ができますように、一部立ち入りが制限されております。また火口周辺風向きによりまして、大変強い火山ガスが流れる場合がございます。喘息、気管支疾患、心臓障害、または体調の優れないお客様の火口見物は禁止いたしております。どうぞご了承くださいませ。また阿蘇山は活火山で絶えず活動を続けております。火山活動の急激な変化に伴いまして、一時的な登山禁止の措置が取られる場合がございます。現地では係員の指示にご協力くださいますようお願い申し上げます。進行方向に向かいまして、こちら左側でございます。降りの最後を狙いますので、お気をつけてお降りくださいませ。ご乗車ありがとうございました。